押す。ギュンギュンさせてフィッシュ。ほら全体のガード先生フィッシュです。ねっ、え、なに、オス兄貴だな。オス兄貴が、オス兄貴います。スミレさんです。はい、こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。今回は大原港の鶴丸さん5号の一つ手山台やってきました。まあ、準備乗船編ということで、とりあえず最初に経路どうぞ。これはね、128号船を大原漁港に向かって走行しております。でね、これヤックスが見えてきました。アタック5が入ってるんですね、ここ。そして24時間営業、忘れ物したらもう安心ですね、してもね。交差点左です。右手にはデイリーストアがありますね。で、気をつけて左折します。で、1個目の信号ですね、これを左折ですね。右手がね、もう大原港です。鶴丸さんは左側です。左です。で、もうすぐ 何十メートルだろう、鶴丸さん到着です。右側にありますね。隣が力量丸さんですね。これね、 U ターンしてフェンス側に止めて受付をしてきましたね。で、ここでお金を払います。店内も綺麗ですね。そして港に向かいます。左折です。戻ります。で、1個目の信号左ですね。こう1個目の信号左曲がってすぐ右です。そうすると、もうこの左手も右手も駐車場になってるんで、止めるのもよし、先に荷物を下ろすのもよしという感じで、先に荷物を下ろしに行きます。まあ、貴重品とかね、タックルとかはね、自分で持っていきましょうね、手でね。はい、こんな感じで乗船していくわけですが、今回ね、準備してきたのは、てんやね、4から15まで、オーバルてんやね、もちろん、持ってきました。で、あと、エビシャキ、アミノ酸アルファ、これで、行ってみたいと思うんですが、プラスでね、違うアイテムを持ってきた。違うアイテム。なんだと思う？イソメ？イソメじゃねえわ。イソメじゃない。投げ釣りパウダーとイソメとかって違う。違うの。はい、はい、これね。はい。クワセマルエビ。クワセマルエビ。はい。丸のびレッドとイエロー。これをね、ちょっとつけたいと思います。はい、はい、キュンキュン。
押す。ほら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 、いきなりやっちゃったよ。やばいなぁ。やばいな。バラシの達人。あれ結構伸びてる。嘘でしょ。いきなり。結構でかかった。いきなりやっちゃった。今日最初で最後のやつじゃん。いきなりやっちゃったよ。ふわってあげたらドンって。キュンキュン。はい、ということでね、今回ね、この大物らしきもの、なんでこうなったか解説します。まずねこのシーンね、3、2、1、ほらこれ押すって言ってるけど、フッキングの弱さ、これがまず範囲の一つ。そしてあとは、かかりどころが悪くて、フックが伸びてしまったっていうね。このね、これなんですかね、実際ね、これをねかかりどころ悪いとこっていうの、硬いとこ、いや硬いとこにね、こうやって引っかかったとします。そうするとここを軸に、先っちょを軸にギューって伸ばされちゃうわけですね。それでね、伸びちゃって、まあもちろん刺さってないんで、何らかの形でフックアウト。これがね、一番の原因だと思います。もしね、かかってる、刺さってればね、軸負荷のかかるところがこの辺になる、真ん中より下とかそんな感じになってくるんで、もし刺さってれば、ね、テンションを緩ませない限りは絶対抜けないんですよ。ここで曲がっても絶対抜けない、刺さってるから、貫通してるから。でここで折れちゃう、針が折れちゃうと抜けるけど、曲がって上がってくるんで抜けないんですよ。バレないんですよ。刺さらなかった。ほんと。刺さってくれれば、お顔が見えたのに。悔しかった。ね。というわけで、続きをどうぞ。こっから、ちょっと引っかかりやすくなるからね、やっぱり。お、出るか、メガハリネージ。ねじゃない。えい。
して、はい、高い、やるね、そば入れる、お疲れ様でした。あのね、一発目やらかしましたね。やっちゃったね。やっちゃいました。あの一日一回やるかないか。そう、散々言ってきたけど、私やっちゃいました。フック思いっきり伸びたからね。あ、なんかね、フック伸びちゃったね。思いっきり伸びちゃった。いい走りだ。あれ見たかったね。ね。せめて上でね、また会いましょうね。行きたかったけどダメだった。次回の実長編楽しみにしててください。どう追い上げるのか。そうだね、ちょっとね見たいね。ちなみに一応数勝負でやってます。数ね、今回数ね、数勝負、了解です、はい、じゃあ実長編楽しみにしててください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。じゃあ